ん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、まだ21日です。今は、はい。今のうちに、祝宴を始めたいと思います。祝宴じゃない、主演です、主演。祝宴じゃない、何を祝うって言うんだよ。もう。おいしい。ああ、久しぶりに飲んだノーマルビールですね。ノーマルピルスナーですね。エビスビールにすごい味が近いんですよ。ああ、有機農法で作られた、あら、ミレーの絵が描いてあります。はい。いやー、うまいっすね、これ。なんか、元祖ビールって感じですね。そうですね。いや、しかし今日も暑かったですね。暑い。暑いは暑いでも、二つの暑い。気温が暑い。そして、甲子園が暑い。まあ僕はニュースでしか見てないですけどね。はい。甲子園が暑いですね。はい。やばいですよね、甲子園。まあ、僕別に慶応ボーイじゃないんで、関係ないですけど。けど暑いですよね、なんかね。勝ったら100何年ぶりかの優勝なんでしょ。そんな歴史ある高校があるのがすごいですよね、やっぱりね。やっぱ歴史があるのがすごいですよね、確かにね。うん、いやー。いや、今日は早く寝れそうです。はい、嬉しいですね。はい、そうですね。明日人と会う約束してるんでね。はい、早めに起きて配信できるだけして、できる分だけはして外出ですね。はい、そうですね。曲作りとかまでいかないでしょうね、多分。はい、曲作り後回しにしてますからね。今のところ依頼受けて作ってる曲は1曲もないんで、はい、作りたい曲作ってるだけなんで、はい、まあこんな曲初めて作ってみるから面白そうだからやってみようみたいな感じでやってるんですけどね、はい、実験みたいな、ゲームみたいな、はい、ゲームみたいな感じですね。全然音鳴らしてないんですけどね、ほとんどね、あの作曲中は、はい、頭の中では鳴ってるんで、はい、だから視聴者の方はよくこれで視聴するな、毎日って、毎日何人か視聴してるんですよ。視聴者の方よくこんな動画を視聴するなと思うんですけど、何が見たいんでしょうね。ガレージバンドの使い方が見たいんですかね。ちょっとよくわかんないんですけどね。はい、使い方が見たいんだったら確かに、はい、僕はもうとりあえず使えるようになったんで、はい、まあ、ガレージバンドそんなに難しいもんじゃないんでね、はい、いくら Mac 版でも、はい、まあ結構普通ですよみたいな感じなんですけどね、はい、まあ楽譜で出せるところがやっぱいいですよね、はい、あんなにただのソフトが、はい、お金出して買うソフトじゃないのに楽譜まで出せるっていうのがいいところだなと思いますけどね。やっぱ楽譜派なんで、はい、楽譜で曲書いてたんで、はい、そうですね、楽譜で曲書いてそれを打ち込んでたんでね、はいはい、今も打ち込めば楽譜が出来上がっちゃうんで、いや楽な時代になったもんだなって感じですよ、本当に。はい、本当楽な時代になったなって思いますね。はい、やっぱ進化がすごいですね。とうとうコンピューターで本格的な曲作りができるようになったんだなって。昔はね、もう雑音ばっかりでね、はい、
大変だったんですけどね。やっぱオーディオインターフェースが性能が上がったんですね。はい。と思います。全部1台で完結するようになったんで。そうですね。いやー。あ、ボーカル募集中なんで、どなたかいらっしゃったら声かけてください。あと美術館に一緒に行ってくれる人募集中です。あ、それを言わなくてよかったな。それ言わなくてよかった。まあいいや。まあボーカリスト募集中です。僕ん家に来て歌ってくれる人募集中です。僕ん家でレコーディングするんで、お金ないんで。そうですね。お金ないっていうか、パソコンしか音源ないのに、ボーカル録音するのにわざわざスタジオを撮るのもね、別に CD にするわけじゃないんで、この曲を。この曲を CD にするわけじゃないんで、別にそこまでのものは求めてないんですよね、音質に。そうなんですよ。音質求めるんだったら、僕、この Mac のスピーカーで作曲しちゃダメですからね。ちゃんとヤマハのスピーカー買わなきゃ。NS10。今は NS10 じゃないのかな。ちょっと品番が変わったのかな。まあ、業界標準スピーカーとか、業界標準ヘッドホンとかあるんですよ。作曲業界では。まあ、どの業界でもそういうのってあると思うんですけど。まあ、音楽業界でもそういうのがあるんですよ。スピーカーはヤマハ。ヘッドホンはソニー。あるんですよ。ある品番の。ものが。そしたらね、音楽のいろんなものを売ってる楽器屋さんとかは、ああ、この人作曲するんだなーっていうのがバレバレなんですよね。もうその品番を買っちゃうとね。別にそんなの使ってないんでね。ただの Mac なんで。2年前の一番安いバージョンの MacBook Air なんでね、プロじゃなくて、Air なんでね。そんなんで曲作りしてんのってもう思われちゃうかもしれないですけど。いや、だからアマチュアだって、アマチュアなんですから。許してくださいよ。いやー、そうですね。まあ、最近ちょっとお外に出るようにしてるんでね。ジモってるんで。ジモってお外で人と会うようにしてるんで。そうですね。引きこもりからの脱出。これをスローガンに掲げて、この夏頑張って痩せたいと思います。そうですね。そうですね。いやー、本当引きこもってますからね。引きこもってないと配信できない量の配信をしてますからね。1日に何配信してるんだって感じですからね。失礼しました。そうなんですよね。1日30配信ぐらいしたことありますよ。1日だ、30配信。なんかいろいろ体重測定とかも日本語版と英語版で出してるんで、で、それぞれ視聴者がいるんでね。ちょっとだけ。ちょっとだけ視聴者がいるんで。その日にはついてなくても、その次の日とか、その次の日とかにアクセスがあるんですよね。どうも、僕のチャンネルは、アメリカとインドからも見られてるようで。だからどっちも英語圏じゃないですか。だから英語で喋ってるコンテンツ、インド人に見られてんだなと思って。そうですね。あとアメリカ人。英語の発音頑張らないといけないですね。ちょっともう一本持ってきます。
そうですね、英語のコンテンツも増やそうかなとは思ってるんですけどね、ちょっと思い当たるものがなくて、はい、著作権切れの絵本とか本を公開しているサイトがあるんですよ、はい、イギリスのサイトで、はい、そこのやつがいいなと思ったんですけど、最初は。最初、おっって思ったんですけど、まあ、中覗いてみたら、ジュミオと、あれ？ジュリオ？え？ロミオ？ロミオか。ロミオとジュリエット。 これ間違えるってやばくね？ やばくねえか、俺。ロミオとジュリエットとか出てくるんですよ。で、ロミオとジュリエットってシェイクスピアじゃないですか。シェイクスピア・イングリッシュなんですよ。シェイクスピアはの時代の英語なんで、だからなんて言うんですか。まあ、古語ですよ、古語。古語。はい。はい。だから、だから日本語で言うと、しかればそれは古語なりとかいうふうに言ってるわけですよ。はい。ロミオ、そなたなぜロミオなのじゃ、みたいな感じの英語なんですよ。だから、それを僕が、このチャンネルで、朗読するコンテンツを作ったとして、一体何になるんですかっていう。僕、何の得もないじゃないですか。僕、英語の練習にならないじゃないですか、そんなことやったって。だから もう早々に諦めましたね。はい。著作権切れの英語の本を読んで差し上げるっていうコンテンツのアイデアは。はい。なんかねえかなと思ってるんですけどね、今。はい。ほんとね、もう、いかんなと思って、これは。ダメだなと思って。どうしようもねえなって思っちゃいましたね。はい。今はね、もう、とりあえず著作権 OK のやつだけで、なんとかコンテンツ回してるんですけどね。はい。うんと、著作権って大事ですからね。僕も自分が作った曲勝手に使われたら嫌ですもん。はい。だからまあ、それと同じことは人にはしないっていうことですよね。はい。いやー。まあね、はい、僕の曲をパクるような人はいないと思うんですけど、はい、そのパクる価値ないんだよね、はい。だから堂々と作ってるところも見せてるんですけどね、はい。僕の作曲テクニックなんてその大したことないんでね、はい、本当に。はい、まあ、独特だとは思いますけど、はい、けど誰も真似したがらないでしょうね。はい、独特すぎて。はい。めんどくせえってなっちゃうね、多分。他の人が見たら。めんどくせえって、このひろきさんっていう人の作曲方法。めんどくせえって。けど、めんどくさいと思わずに、こういうもんなんだっていうふうに見てる高校生とかいたら、かわいそうに。はい、すいません。はい、僕の癖が新たに映っちゃいますね、これで。まあ、けど僕の作曲の癖を真似るんだったら、クラシックとジャズを学ばないとダメですよ。はい。じゃないと、真似れないですからね。はい。はい。ちゃんと作曲法を学んでください。はい。そうですね。はい。ポピュラー音楽にも行けますから、クラシックの理論は。クラシックとジャズね。そうですね。まあ、ちょいちょい生きてるんですよ。はい。何かとね、何かと生きてるんですよ。はい。ジャズとかいいですよ。ジャズとか、ほんと。ジャズ分かってると結構ね、音楽の幅が
色彩感が広がります。色彩感が。ジャズのスケールでクラシックの大砲っていうのを使ってちょっとピアノのフレーズを今作ってる曲に入れようとしてるんですけど、クラシックとジャズどっちも知ってないとそんなことはできないんですよ。はい。なのでぜひクラシックとジャズどっちも勉強することをお勧めします。はい、まずはクラシックからですね。はい、これが基本です。クラシックは基本です。はい、そうですね。はい、いやまあその作曲はねちょっとね明日はできるかどうか分かんないですけどね。はい、あのネットフリックスでダウンロードしたエロエロゲームも多分できないと思いますね。はい、エロエロゲームって言っちゃいけないですけど、けどエロエロゲームなんですもん。あれエロエロゲームですよ。あんなのネットフリックス出していいんですか。本当大丈夫ですかネットフリックス。ちょっと大丈夫ですか。バチェラーより全然やばいじゃないですか。バチェラーもちょっとしか見たことないんで、あんまりバチェラーのと比較することはできない立場なんですけど、けど明らかにバチェラーよりやばいと思いますよ。はい、みんな水着だし、いつも水着着てるし、はい、でもうなんかね、もういろんなイチャイチャしてるシーンが全部文字であらわになってますからね。もうあのあれですよ、何ですか、エロ小説読んでるようなもんですよ。僕エロ小説読んだことがないんでわからないですけど、はい、多分エロ小説ってこういう感じなんだろうなっていうようなゲームのストーリーなんですよ。やばいよこれって思っちゃうんですけど、でそれ配信するとやっぱり見る人がいるんですよね。ネットフリックス多分契約してない人だと思うんですけど、あ、ネットフリックス契約するとこんなゲームができるんだと思って多分見てるんでしょうね。はい、そうなんですよね。ネットフリックスのあのゲーム本当やばい。もう第2弾ですからね。ネットフリックスゲーム始めてからまだ1年経ってないじゃないですか確か。はい、なのにもうそれセカンドシーズンに入ってるんですよ。はい、アプリが2つ出てるんですよ。はい、何もなしと2と。はい、で僕知らず、それを知らずに2始めちゃって、で1がまだ公開されてるってことで後で気づいて、だから2終わった後1やってみようかなと思ってるんですけどね。まあまあ僕もドラクエは同じ道をたどったんでね。はい、3やった後1、2やったんでね。はい、まあ、別にいいかなと思ってるんですけど。はい、ちなみにドラクエの1、2、3ってストーリー上の順番は3、1、2だって知ってました？そうなんですよ、ドラクエは3、1、2の順なんですよ、あの ロトシリーズは。はい、そうなんですよ。だからプレイも3、1、2とやるのがまあなんていうかこうまあ王道じゃないか、どうなんですかね。いや王道だと思うんですけどね。どうだろう、まあちょっとその辺は5チャンネルで聞いてみれば分かるかもしれないですね。投票結果が分かるかもしれないですね。はい、今だったらオートセーブっていうかセーブできるから3-1-2でいいはずだって、当時それはできなかったけどみたいな意見が多いと思うんですけどね。はい、そうですね。はい、ドラゴンクエストね。はい、ドラゴンクエスト好きな人は好きですよね。僕もう5からやってないんですけどね。はい、他はもうちょろっとこう画面を見たことがあるだけで。はい、まあけどなんかもう相変わらずらしくて、はい、相変わらずあのプリミティブさ、いい意味でのプリミティブさが残ってるみたいで、はい、絶対に誰でも楽しめるっていうそういう世界観。はい、ファイナルファンタジーとは真逆を言ってますよね本当にね。ファイナルファンタジーはもう最高のものを、現在最高の RPG をやりたいっていう
そういう人たちのやるゲームですからね。はい。そうですよね。はい。そうですよね。まあ、ゲーム配信はね、ちょっとね、なんか、キャプチャーボードとか必要じゃないですか。もうそんなのがめんどくさくてね、なんか遅延とかもあるらしいじゃないですか、音声の遅延とか。で、そんなこと考えると、もういいや、スマホゲーム録画したやつでって思っちゃうんですよね。はい。僕にはそれがお似合いだ、みたいな。はい。そうですね。だって PS4 持ってんのに PS5 も買うの？ってなっちゃうんでね。はい。最近だと、最近のファイナルファンタジーとかだと。なんでね、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとあれですね、億劫になっちゃいますね、やっぱ、ゲーム配信には。はい、その、スイッチとか、プレステとかを使ったゲーム配信には、億劫になっちゃいますね。まあ、っていうか、これ以上コンテンツ増やしてどうするんだって感じですけど、コンテンツ増やすんだったら英語のコンテンツは増やさなきゃな。はい。一人インド人が声かけてくれたんですけどね。はい。その後音沙汰ないんでね、ジモティでね。はい。英語で喋れますよって、英語で喋りますかとかって言われて、ああ、で、僕の英語はあんまり癖がないですって言ってて、あ、そうなんですか。じゃあ、インド人で癖がないってありがたいなと思って。なんか各国回ってきた人みたいで、だからみたいで、アメリカにもいたって言ってたかな、確か。はい。そう、音沙汰ないですね。そういう人今多いんですよね、ジモティってね。はい。そうなんですよ。ジモティってね、突然音信不通になる人いるんでね。で、あんまり追っかけても、そういうの追っかけ出したら大変なんで、はい。もう追っかけないようにしてます。はい。去る者を追わずってことで、はい。そうですね。まあ、いろいろ募集中です。僕のチャンネルに出たいっていう方は、ぜひ声かけてください。はい。顔出しなしで OK なんで、はい。顔出しなしなんで OK なんで、僕とズームでおしゃべりする内容とかをアップしたりするんで、はい。声かけてください。はい。もし、なんか、YouTube に出てみてえな、みたいな人がいたら、俺の声ちょっと残しとくか、みたいな。私の声ちょっと残しとこうかしらみたいな人がいらっしゃったら、そうですね、はい、まあその人はあんまりいないと思いますけど、そういう人いたら自分で YouTube やってるはずなんでね、はい、だから YouTuber とのコラボはやりたいんですよ、はい、そうなんですよね、はい、けどね、いかんせんうちのね、チャンネル登録者数が少ないもんでね、はい。ちょっと、なかなかた、あれなんですよ。声かけられる人が少ないんですよね。声をかけることができる人が。はい。そうなんですよね。みんなチャンネル登録者数多いんでね。はい。ちょっと僕じゃちょっと相手にされないかな、みたいな感じのことが多いんでね。はい。やっぱチャンネル登録者数必要なんだなと思って。はい。僕はね、もうやりたいようにやって、別に増えたら増えたで、減ったら減ったで、まあ、自分にも得になることを人様にもお見せするっていうだけでやりたいんですけどね。はい。まあ、それでも充実させようと思うと、やっぱりこういうことになっちゃうんだなと思って。じゃあ、やっぱり登録者数って必要なんだなって思っちゃったりしますね。はい。そうですね。いやー、まあ、頑張ります。頑張ります。何募集してたっけな、僕何、ひろき何募集してたの？どれどれ？ YouTube 個人チャンネル各種出演共演者募集。1回のみのご参加でも、レギュラー的な定期的ご参加でも構いません。例えば雑談、日常会話、近況、時事ネタ、議論、懇談、
政治、社会、経済と、あとお笑いって入れてますね。漫才、コント、フリートークって入れてますね。はい。フリートーク、アドリブでお笑い作れる人いたら、もう本当、僕に声かけてください。はい。僕はもう、いつでも声なんで、はい。もう、ゆうさんに、たまに出てくるゆうさん、あの、ローダンの考える人のイラストの、はい、あのゆうさんに鍛えられてるんで、はい、いつでも声なんで、はい、あと音楽の共作をしたいんですよね。コラボ共作、まあ例えば作詞をやってもらうとか、はい、はい、あとボーカリストね、はい、そうですね。あとは今言ったようなことを英語でやるということですね、はい、そういうのを募集、ジモティでかけたら、作詞家さんから、アマチュア作詞家さんから、YouTube のリンクをいただきまして、たくさん、はい、一行リンク返信、一行リンク返信ってなってるんで、ジモティからのメッセージが来ましたって何通もメールが来て、で、なんとかてなんとかという名前で作詞をしておりますとかって言って見たら、本当に詩なんですよ。だから歌詞じゃないんですよ。歌詞になるような詩じゃないんですよ。はい。なんかしかも流派みたいなのがあるのか何なのか知らないんですけど、古流なんですよね。なんか古い言葉使って江戸言葉が入ってる詩なんですよ。こんなの歌詞に使えねえよっていう、俺演歌書くんじゃねえんだからっていう作詞家さんから一人ちょっとあのレスポンスがありましたね。ジムティって本当に面白いなと思って、もうっていう、曲に曲線で曲線って言うんですけど、曲を先に作ることを、曲線で歌詞かける人を募集なんですけどっていう感じなんですけどね、はい、いや僕だって歌詞かけるんですよ、今まで何度も書いてきたんで、はい、けどもっと上手い人いるじゃないですか、歌詞書くのが、もっと上手い人、もっと上手い人っていうか、今の流行りの歌詞が書ける人、言葉選びとかがね、はい、そういう人とやりたかったんですけどね、はい、ちょっといないなっていう感じですね、はい、今のところは、はい、まあ、またしばらくしたら募集かけるかもしれないですけど、今のところはもうあんまり関係考えずに、はい、やるつもりですね、はいはい、そのうち見つかるでしょうぐらいの感じで、そんな一生懸命見つからないといけないような切迫した状況は何もないですからね、はい、ちなみに僕には、僕にはそういう切迫した何かオファーがあるわけじゃないですから、はい、ああ音楽プロデューサー事務所からなんか連絡来ましたけど、はい、今度スケジュールをなんかちょっと送りますって言った後、今3日間ぐらい連絡ないんで、あ多分このまま来ないんじゃないかなって、音楽業界の人たちが結構いい加減っていうのは僕知ってるんで、はい、あのお客様には失礼のないようにしてるんですけど、あのなんかよく分かんないこれからの話っていうのにはすっごいいい加減っていう、なんでかっていうと忙しくて仕事に追われてるから、締め切りに追われてるから、それ以外のことが考えが及ばないっていう人たちの集まりっていうのを知ってるんで、はい、もう別にあんまり気にならないですけどね、はい、そうなんですよ、はい、本当だから儲かんねえんじゃねえのってこう思っちゃいますけどね、はい、もっとサラリーマンらしくやったらって思いますけどね、はい、アポイントも取れねえのかよとか思っちゃいますけどね、はい、ダメだろそれっていう、会社として終わってんじゃんもうみたいな、はい、もうその辺から判断つけちゃいますからね私はね、はい、もう私そこそこサラリーマンやってきたんでね、はい、やっぱりね、やっぱその辺から
見えてきますよ。はい。見てるんですよ、もう。連絡の取り合いの時点の言葉遣いから何から何までで、その人がどういう人間かっていうのが見えてくるんですから。はい。そうですよ。メールって怖いですよ、本当。ね。そうですね。気をつけましょうね、本当ね。って言ってたら、ジモティーから新着メッセージが来てる。まだ起きてる人がいるんだ。そうなんだ。まあね、ジモティーもね、使ってる人は使ってますよね。なんか面倒くさい人がいますね。もう、ズームで話しませんかって言ってくるのに、ずっとメールで、けどこれはって言って、そういうところが一致しないと、ズームでお話ししても、どうのこうのとかって言ってるんで、いや、だから、そういう、その、ピントが合うかどうかも含めて、ズームのスケジュールを組もうよって言ってるんですけど。何なんだこの人はっていう。だから世の中にはいろんな人がいるなと思って、ピントが合うかどうかも含めてミーティングすりゃ分かるじゃんっていう。それをなんでメールでいちいちカチ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 打たなきゃいけねえんだよっていう思っちゃうんですけどね。今すごい長文のメールが来てて、いや、その長文書いてる間に喋れただろうっていう。時間の使い方を知らねえのこれかこいつはっていう感じなんですけどね。本当にね。本当困った。本当困った。まあけど、そういうのをムカついてたら人と関わりは持たずにまた引きこもりになっちゃいますからね。ちゃんとアポイント取れた人は、ちゃんと会いますよ。そうですよ。そうですね。いろんな人を相手にしなきゃいけない。これはもう仕事をしてた時と変わんないんで、趣味だろうと仕事だろうとね。ちょっとこれはね、常識なってねえなーって思う人ともやっていかなきゃいけないのが仕事であり趣味でありっていうことですよね。分かってますよ。分かってますよ。ちょっと愚痴ぐらい言わせてくださいよ。すいません、本当今日は愚痴になっちゃって。ということでね、もう8月も22日になりましたので、この辺で終わらせていただきたいと思います。今日の話は何ですか？私の YouTube の話ですね。すいませんでした。自分のことばっかり話して。皆さん、何かこんなことを話してほしいとか、あんなことを話してほしいとかあったら、ぜひコメント欄にてお寄せください。お待ちしております。なんかラジオの決まり文句みたいですけどね。一応言っときます。それでは、今回の配信は以上で終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。おはようございます。良い一日を。